さあ、ちょっとじゃあ先に選挙並びで染、はい、木さん行きましょう。はい、お願いいたします。ます投票ロボットにならないために。去年夏の参院選から選挙権を得た18歳以上の10代の若者が今回の衆院選挙に初めて臨むことになります。 毎日新聞が9月に2度実施した全国電話世論調査によると10代を含む20代以下と30代は40代以上の高齢層に比べて内閣支持率、自民党支持率が高い傾向を示していることが分かりました。 今回だから瀬尾さんと私たちが少し角度違って、えー、っと選挙に臨むにあたっての態度というか、うん、やっちゃいけないことにいかなやっちゃいてそれを昔の話で見るとこんだけあるよということを見ていただきたいんですがのっけから申し訳ありません、はい、選挙を美人コンテストに例えるのはどうかと思いますが、えー、宮瀬さん。はいあの ももととご経験もあると思うんですけど、っいい <laughs> えっといやいや、ミスといえば <laughs> すいません、無茶ぶりですけども、例えばですね、この、まあ、一人を選ぶとして、うんえー、その時の選んだ理由があなたがナンバーワンだというので投票したんじゃなくて、あなたが勝ちそうだからっていうので投票されたら、どういう気持ちになりますかそうそうでですね期待を持ってというか自自分自身の中で主観的に あなたがナンバーワンだからでひにれたんだよっていうのではなくてあなたが勝ちそうだからつまり自分の中でのナンバーワンではないかもしれないっていうような微妙な表現されるというですか,からプレゼントがもらえるから <laughs> プレゼント目当てで一番勝つところに投票しているのとなるかなり違いますよね<全>それは寂しくなっちゃいますね。 この場合あのまあ、これ実はジョーメイダード,アドケインズです。あの、はい、ケインズはあの経済学者として有名ですけれども、あの株式投資における投機を行う株屋さんを批判するためにこの議論をしました。えー、あの要するに世間の平均的な好みをまあ当時の流行りとか不確実なものに頼って、はい、それによって人気投票をするっていう仕組みがこのビジンコンテストの商品プレゼント付きのと同じだと言ってるわけです。えー、ただ選挙は必ずしも投票した相手から見返りをもらうわけではありません。 ませんからこの必ずしもそのケインズが言っている商品プレゼントを前提とした美人コンテストにはそのままなぞられることはできないんですが傾向的によく考えてみると最近のその政治家候補とかであれっていう事例が多いわけですよね。本当に中身で選んだのかとでそれを考えていくと社会学者の見方っていうのは社会心理学者の見方少し違います。要すするるるにに自自分自身のの考え方がが世の中とと不一致であることに対する恐怖感が 自分自身であることをやめるんだとうん、うん、みんなが期待する人に対して投票するという行動になっているという,う、ね、こっちの説明の仕方もありますこれはエリヒフロンという、えー、ナチスに追われたユダヤ系の、えー、社会心理学者によるあの当時のまさにナチ政権期における亡命時代の 分析ですで最終的にこれが怖いのはですねみんながみんなあお互いを疑う状態になる自分自身はその選ばれた側に投票してるんだと思ってて自分自身は支持されてると思いたいそうするとその典型的なタイプを探してそのコピペンに必死になって逆にそうではないタイプを必死に探して叩くという傾向が出てくるというのがフロムの分析ですつまりあの先ほどの話を言うと美人投票の例のようなあの誰かがあこの人勝ちそうだなと思って投票する行動は逆に言うとただの権威主義で ある可能性があるということですね。うんうん、これはまあ私の言う投票ロボットになりかねないという話です。うんうん、ところがですね、やっぱり反論する方いらっしゃると思うんですよ。自分自身はこれだけ考えて結果として投票したんだって思ってる人もいるはずなんですが、じゃあ考えて投票したらどうなるかっていう例の一つを挙げます。宗教改革のジャンカルバンの例を実はエリヒフロムが紹介してるんですが。うんうん 一般的にカルバンというのは不正に怒りを覚えておか金権政治的なものに対してふざけるなということで宗教の救済は金ではない信仰にしかないんだということを言った人として、まあ、近代的人間の覚醒を促した祖先として崇められているはずです日本ではそういう紹介なんですが腐敗した、ね、カトリックに対してそう腐敗政治に対してカウンターになるんだとところが腐敗した政治のカウンターになるという実態はここちょっとめくっていただきたいんですが日本で知られていないカルバンの姿はドン 改革の理念のためなら何でもやる実は独裁者で生活監視と規律化の徹底でスパイと異論封殺を行ったと言われていますこれはあまり知られていませんカルバン派は割と自由というか違うんです、ね、<え>実際にはそのそううがあの徹底した生活管理ですつまり禁欲をするために無邪くちゃ放落なことをしてはいけないと、えーえー、まあいろんな事例があるんですが<ー>例えばちょっとでも儀式であくびすると投獄されます、えー、それから飲みに行く <laughs> そして歌を歌ったら市街追放ですあの自由に飲み会できませんどこかの話ではありませんがでげ 結局、えー、その、あの、教祖様に対して、えっ、ー、と、先生と言わずに、さんと言ったら、投獄されるし、異論を言えば。うん、火あぶりの刑にされるか、貼り付けにされるか、場合によったら、まあ、死刑、ね、もう厳しいことになります。うん、えっと、どっかの話をしてるわけじゃないですよ。うん、<laughs> あの、本当にそういう話があったんです。うん、だから、改革という名のもとの、えっ、ー、と。 独裁というのが存在したということです、はい、でこの点についてもう一人の亡命ユダヤ人でありますシステファン・ツバイクこれもナチスキにこういう作家、カー<あ> <laughs> まあ懐かしいと思うんですが、うん、この人がこういう事例を言ってますカルバンがじゃあそんな厳しい人だから一度はですね追放されてるんです、うん、ジネーブ氏から、うん、思ってたのと違うところが追放してから彼は戻ってくる、うん、なぜか新しい指導者がポピュリストになってしまったつまり民衆を恐れて まあ言ってみたら甘やかす形というか民主に取り入るる形の動きをする、うん、そうするといわゆる利権屋と思われていた腐敗した人々が帰ってくる、うん、そんなんじゃ嫌だということで独裁の方がまだマシだということになってしまう,うでこの動きを見てどっちがどっちの立場かとかを言うたいわけではなくて人々は常にこういうふうな時に。 どちらかの権威に寄っかかる形で政治に流れてしまってたというのは過去の事例でもあるわけです。いかにして自立して自分の考えで選択するかということがこれほど問われることはないという点で言うともう昔からそうだったということですね。 今回じゃあ私たちはどういうい風を求めてしまっってていいるのかっていうねまずそこを意識していただきたいのとやはりこのカルバンの事例の時にステファン・ツバイクが強調したのは寛容の精神ですいかにしてあの敵対している人間であってもその人の意見を聞くという他人の話を聞くという話ですが、うん、そのことを許容しないような政治というのを確かにやってはいけないということを肝に銘じて、うん、例えば、うん、各政党ないし各候補者の主張を見てみると それも一つの政治の選択の仕方の基準になると私は考えますありがとうございます、はい、寛容一つのキーワードになりそうですね、はいうん